東京裁判は NHK 原案による日本、オランダ、カナダ、オーストラリアの合同政策によるテレビドラマシリーズである。極東国際軍事裁判の判事たちの記録の手記等の資料をベースに制作された。第二次世界大戦での日本の敗戦後、戦時中の内閣の政治家や軍人を永久戦犯として裁いた東京裁判における2年半にわたる議論を 戦勝各国から派遣された11人の判事たちの視点で描く。日本では2016年12月12日の15日まで4夜連続で NHK スペシャル枠にて放送された。各放送会のラスト数分間はドキュメントパートとしてドラマ制作の舞台裏、各判事の横顔、東京裁判の秘話などが紹介された。企画段階では東京裁判から人は 戦争を裁けるかと、副題がついていた。1946年春、日本の戦犯たちを裁くために、11人の戦勝国代表判事たちが東京に集まる。判事たちは当初、ニュルンベルク裁判と同時に制定された侵略の罪によって、簡単に戦犯たちを裁けると踏んでいたが、弁護人の清瀬一郎が、日本が戦争を始めたとき、 侵略の罪を盛り込んだ法律は制定されておらず、侵略の罪は、事後法に当たるとする、問題提起を行ったことで議論は紛糾し、当初は半年程度で終わると見られていた裁判は、長期化していく。父として進まない、裁判の行方に豪をに癒した、イギリスのパトリック判事、カナダのマクドゥガル判事、ニュージーランドのノースクロフット判事ら、イギリス連邦出身の判事たちは、 ウェップ裁判長の弱腰ぶりが原因だとして、G をちらつかせ、ウェップを一時的に本国へ召喚させる。一方、オランダのレイディンク判事は当初、多くの判事同様、侵略の罪を適用して、責任を追求できるとの考えだったが、清瀬による問題提起と同様の理由から、侵略の罪の適用に反対するインドのパール判事が、主張する公平さを徐々に理解するようになっていく。 カッコ内は日本語吹き替えのキャスト、ありがとうございます。